はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、 私が生徒さんに仕事を頼むだとか、生徒さんと一緒に仕事をするっていうことが目標で実際にそれを今すでにやっているわけなんですけど、その際の基準だとか条件ってありますかって時々聞かれるので、こちらの音声日記で答えさせていただきたいと思います。もちろん条件や基準っていうのはあります。で、それは別に生徒さんに仕事を頼む時以外と全く同じですね。 生徒さんにまずお声掛けするっていうのが、まあ一つの優遇策っていうとなんかおこがましいですけれども、例えばプロフェッショナルお一人お一人あるわけですよね。メルカリで売るのがめちゃめちゃうまい生徒さんもいれば、ヤフオクをアマゾン物販以外にガンガンやってる生徒さんもいらっしゃって、あとは、まあ例えば趣ご趣味で何かトレーニングが好きだって方もいらっしゃれば、あとはプログラミングがうまいっていう方もいらっしゃるわけですね。で、自分が 何かやろうと思っている仕事がプログラミングだったらもちろん優先的にその該当の生徒さんにお声掛けするしメルカリだったらやっぱり優先的にお声掛けするしっていう形です。で、そこでもし生徒さんと条件が合わなければね、無理して なんかやり取りして契約する必要もないわけですから、そこに関しては単純にクラウドワークスとか、ランサーズだとか、あとは自分がもうすでにコネクションとして持っている、そういった外注関係、知人友人関係、仕事仲間関係、取引先関係に仕事を振るっていう流れに持っていくっていう形です。だから通常の外注するっていうのの前に生徒さんが必ずいらっしゃって、 で、該当する生徒さんがいたら仕事を振るって感じですよね。より、やっぱり、仲良くなれると言いますかね。っていう部分もあると思います。ただ、ここ誤解していただきたくないのは、取引をするってことは、これって完全なお仕事を一緒にやる、やり取りするってことですか。まあビジネスですよね。だからそこに関して生徒さんだからっていう甘やかしっていうのは1ミリもないっていうことです。 だから、そこで実際取引してみて、で、自分自身の考え方と異なっていたりだとか、ずれていたりしたら、これって別にその生徒さんに恨みを持つとかじゃなくって、単純に取引は停止するっていう流れですね。例えば、メッセージのやり取りがめちゃめちゃ遅いだとか、あとは納期に遅れるだとか、あとは報告みたいなことがないだとか、まあ、法連祖的な、もう普通のことですけれどもね、社会人としては。そういう部分っていうのが、ん っていう場合は、そこで、次の取引はないよっていう話。これ別になんだろうな。シビアなことを言っている感じですけど、それがスタンダードですよね。ビジネスの世界だとね。やり取りして、まあ、外注先が思ったようなサービスを提供できていなかったと。サポートであったりだとか、簡単な、その、基本的な連絡だったりとかできなかったら、それは頼まないですよね。 特に自分は連絡関係に関してはすごくシビアで、基本的に自分の周りのその成功した物販関係の人も連絡ってめちゃめちゃ早いんですよ。メッセージのやり取り。例えば、この前、堅実なマーケッターの方として紹介させていただいたトシさんとかも、やり取りするときっていうのは本当ストレスゼロでやり取りできるんですよ。もちろん変な時間にメッセージを送ったら、 ねえ、返信が遅くなって当然ですけど、少なくとも、まあ、この時間に送ったから別に返信遅くてもいいやっていうメッセージが遅くても何でもないじゃないですか。例えば、やり取りをしている途中でいきなり消息を断つぐらいに、あの、連絡が遅くなったりするパターンとかあるし、あくまでも取引ってお互いストレス感じるかどうかだと思うんですよ。感じるか感じないかだと思うんですよ。自分は特に、その、 何か連絡をして、それに対する返信が遅いパターンっていうのは、一番切れはしないですけど、切りますよね。そういう人間関係は。うん、あとは何時間も遅刻するだとかね。まあそういうパターンの人っていうのは、例えば高校生の同級生で、仲一番良かったんだけれども、いつも遅刻するっていう人は縁切りましたし、そういうところっていうのは相当シビア、といえばシビアなのかもしれないけど、やっぱりね、 なんて言うでしょう。一つのやりとりが滞ると、自分の予定が全崩れする。 まあ、それだけ自分がこと細かく予定決めてるのがいけないと言われるはそれまでなんですけど、この有限の人生の中で、たらんこたらんこやってられないって部分があって、そこら辺に関しては特にシビアかなと。例えば、メルカリに関しては、木村さんって方が、本当に、まあ、ほうれん草とかね、基本的なこととか、毎回根節丁寧で、早いし、あとは、メルカリの経験っていうのもお持ちで、実績もお持ちだったので、私が売ろうとしてた商品に関しては、 だから頼んだっていう形。先日一緒に講師も行かせていただいたんですけど、で一緒に工場とかもね、行かせていただいたんですけれども、まあ本当にやっぱり木村さんはすごいですよ。だから、他の生徒さんもね、木村さんと何かしたいっていうお気持ちの方って少なからずいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、ここでやっぱり一つお願いなんですが、今回例えば、 そのね、せつさん、木村さんが工場の撮影を私に許してくれて、せつさんにこれを公開してもいいですよっていう形で許してくださったんで公開しましたけど、やっぱり木村さんも木村さんで検疫があるわけですから、何でもかんでもね、一緒にやろうよっていう、その、なんか、 友達の慣れ合い感覚で取引っていうのをしたら木村さんに損になっちゃうんで、そういうのはやめていただきたい。まあ、いくら仲良くても、いつもメッセージでやり取りしてたとしても、やっぱり木村さんは木村さんのやり方があるし、木村さんは木村さんの権益があるし、ご自身で培ったね、いろいろなノウハウも終わりなわけなので、そこに関してどういう商品売れたんすかとかね、何でもかんでも平気で聞くようなスタンスっていうのは避けなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思います。そこがうまくできないと、やっぱり物販セラーとして仲間作りっていうのが でできないんで情報過疎になってしまいますよね。情報過小になってしまいますよ。それは、やっぱり物販セラー同士の暗黙の了解ってわけじゃなくって、まあ、人にね、商品を何でもかんでも、ね、何売れたんですかとか、何いいんですかって、それはあんまり良くないんじゃないですかね。あの、それをするのであれば自分が売れた商品をまず言って、で、そのリターンとして、なんか言ってくれたらありがたいなくらいに思ってたら、 いいと思いますよ。自分で何も差し出さずに何か人から奪おうとするスタンスっていうのは避けなきゃいけない。だからそこっていうのは、まあ話がだんだんずれてきちゃったんですけど、自分のね、権益っていうのはもうずっと20代前後から外国人と交渉して、値段交渉して日本語教師とかもやってきたので、そこら辺って結構ガツンって自分は言える。 タイプなのでいいんですけど特に生徒さんとかだとまあ、木村さんもすごいお優しい方でね断りづらいっていうところもあると思うんでそういうところに関しては私が代わりにねちょっと気つけやって言今言わせていただきましたというわけで今回のメインのトピックとしましては自分が生徒さんに仕事を お願いするだとか、一緒に何かしらをするっていうことが今後も増えていくと思います。例えばトレーニングのブランドを確立したいっていうと、やっぱりトレーニングにお詳しい方に、と一緒にやりたいなって思いがあるし、自分まだ、まあ素人毛が生えた程度しかね、トレーニングのスキルがないので、知識もないので、とか、そういうふうには考えてはいるものの、じゃあ実際やりますかってなったら、それは本当に、なんだろうな、取引ですから、生徒さんだから、 甘めな基準で取引をするってことはありえないし、一回取引してみて、まあ法連想的なことも含めて、んっていうふうに感じたのであれば、取引は停止する。 で、それは、セ徒さんだって同じでいいんですよ。先生から頼まれたからやるっていうスタンスじゃなくって。先生から頼まれたんだけど、なんだこの、クソみたいな仕事って思ったら、それは断っていただいてね、全然そこにし、あの、市場は挟んでいないので、ご安心いただければなと思います。いろいろおせっかいでね、自分もこういうこと一緒にやりましょうかとか言っちゃうときもあるかもしれないんで、そこは、いやいや、それは話しちゃうよとか、それは全然私にとって、プラスじゃないよみたいなことは全然言っていただいていいと思います。 では失礼いたします。